ようやく会えたな。あなたは？では挨拶しよう。空前にして絶後なるギアの姫よ。我は影、心に潜む体を奪う禁獣。その体を渡すがいい。なんだろうこの気持ち。遠い昔の憎しみと記憶。覚えていたか。我らが戦うのは戦術的必然なのだ。細胞が言っている。貴様こそ我が敵にして我が希望。私も感じます。禁獣は対ギア兵器として開発された。でも私たちが戦わなくてもいいはずです。こんな気持ちは偽物です。そうと貴様を襲うのは私自身の意志だ。残念です。本当に人工の運命だ。覆せるものなら覆してみろ。貴様さえいなければもらうぞその体。ようやく体が我が手に。おっとそこまでだ。そのギアは私がもらうよ。貴様話が違うぞ。今頃気がついたのかい、この薄のろが。負けはせぬ、あと一歩なのだ。てめえそろそろ寿命だろ。おとなしくドブドロになってな。手を抜きすぎたか。ギアに禁獣か。イノメ、随分と引っかき回してくれたな。ほう、まだ息があるか。ディズィを倒したとなると波の禁獣ではないな。レイブン、おそばに。この男をサンプルとして持ち帰ってくれ。はっ。私は少しギアと話してゆく。生体兵器がそのスペックを超える。これもまた進化と呼ぶべきか。ここはどこだ。ザトウ様、生きておいでだったのですか。なぜそのような目で見るのです。ドリ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 。夢か。何を恐れているのだ私は。やはりあの女を、ミリアを葬らねば私の心に平穏は訪れぬ。ん？失礼。何か用？要件なら早めにお願い。これから出かけるの。それは承知している。行き先はアサシン組織。違うかね。だったら何？止めに来た。
なんて柄でもなさそうね。なに、簡単な要件だ。手合わせしてもらいたいのだよ。断っても無駄そうね。理解が早くて助かる。聡明な女性は嫌いではないよ。それはどうも。近道はなさそうね。心配しなくてもいい。手加減はしよう。邪魔。気が目立つな。うん、なるほど。本気を出すわけでなし、過剰な手加減をするわけでなし。何が目的？いや、何、君の髪のことがふと気になっただけだ。え？その髪に宿った金獣、完全に解き放たれるまであまり間はあるまい。だから戦いをやめろと言いたいの？いや、君とて望んで戦っているというわけではなかろう。そうだな、言葉にするなら干渉ゆえかな。近所に侵される前の美しい君の姿を記憶に焼き付けたかったと言ったら君は怒るかね。くどいてるつもり？まさか、そこまで若くもないさ。しかし、私もいささか俗世に関わりすぎたのだろう。そんな感傷に動かされた。感傷？それでは失礼。他にも立ち寄りたい場所がいくつかあるのでね。分析の結果は出ました。しかし今すぐに対抗策が講じられるものではありません。期待はしてなかったわ。でもありがとう。近いうちに必ず対抗策を発見してみせます。ですからどうかそれまでの間極力力を使うことを抑えて。それができればいいんだけど、そうも言ってられないのよ。このままでは。おやおや、やっと出会えたね。あったった、待ちたまえ。僕は味方だよ、味方。牙を剥くんじゃない。味方だと？体を求めているのだろう。それならば人間よりもギアを狙うべきだ。普通の人間ではもはや君の寿命は伸ばせんよ。そんなことは分かっている。だが今私のしくしの肉体が朽ちかけているのだ。ほっほー、それじゃ大変だ。死ぬね、死んじゃうね。君は寄生体だからな。宿主がいなけりゃ寿命もクソもないもんね。腹立たしい男だ。貴様の肉体をもらう。笑えるね、その発想。所詮は獣か。これは。粗暴な獣にはしつけが必要だね。ふん、芸の一つもしてみるか。モード変換、防衛開始。ほっほ、思ったよりやるね。近獣にも再研究の余地ありか。このギアを乗っ取れば。ああ、無理だよ、無理無理。そいつはギアじゃない。
あくまでコピーだからね。いや、しかしなかなか参考になった。また会おう。君が生きてればだけど。この森にいたはずだ。止まれ。この森を犯す者には容赦せぬ。死にたくなければ立ち去れ。貴様は聖戦の亡霊の対面か。神獣が何用だ。ゆっくりと歓談したいところだが時間がない。貴様の体をいただく。貴様も哀れな犠牲者か。いや、自爆の放火。仲間として安らかに行かせてやる。もうよせ。お前も分かっているのだろう。もはや私を倒したところで今のお前では私の体を御しきれん。やってみなくては分かるまい。これ以上この森を汚したくはない。悪いが去ってもらおう。貴様か。命の放浪か。答えは出たかね。貴様に用はない。貴様の体はもはや手に余るのだ。うん、それも一つの答え。だが君がたどり着くべき答えはそれではないな。グダグダとさえずるな、吸血鬼が。ここか、エミオ。頑張るじゃないか。その調子で頼むよ。もはや手遅れなのだ。残念ながら認めん。認めてたまるか。金獣よ、悲しき命よ。しかしまだ君にはできることがある。そしてそれこそが君の求める命なのだよ。さらばだ。来たか。待ち構えてたってことかしら。こちらに向かっているという報告は受けていた。だがあえてこれ以上の追っ手は出さずにおいたが、やはり我々自身の手で決着をつけるべきと思ってね。それがあなたの美学。私には理解できないけど。ではなぜまっすぐにこの場所に来た。ただ逃げ続けてもいずれは追いつかれる、そう思っただけよ。いい覚悟だけれど、むざむざ殺されるつもりもない。あなたを殺せば組織は自然と瓦解する、そう思っただけよ。どうかな。もはやアサシン組織は完全に復活を遂げた。私がいなくなれば再び別の長が現れるだろう。そして組織は永遠に続く。それこそが私の願いであり、希望であり、生命そのものだ。
そうやっていつまでも組織にしがみついているつもり？この組織だけが証明なのだ。だと。もはや多くは語らん。行くぞ！退屈せずに済みそう。あなたさえいなければ無駄にしてやる。ないの？ふと疑問がよぎった。ザトウ様は真にお前の死を望んでいただろうかと。知らないわ。私はザトウじゃない。そうだな。行け。もうお前に用はない。どうやら私に必要だったのはただ戦うべき敵であったようだ。お前はあの方に似てきた。よして、そんな話。じゃあね。どうするの、これから？終戦管理局でも叩くか。申し分ない相手だろう。
今度はあなた、まだ私に用があるの？体が。もう諦めたら？そんなボロボロになって。私はなぜ生まれてきた？滅びゆくのが定めならば、この命に何の意味がある？さあ、私は学者でも宗教家でもない。他の人に聞くのね。貴様でなくてはダメだ。あの男の記憶がそう告げている。だと。貴様さえいなくてもらうぞその体。バカな。今わかった。そういうことか。そういうこと。生きるとは肉体のことではない。私の存在、私の証明、それらすべてが命。あなた、覚えていてくれ。私のこと、私の存在を。
その記憶の中に私は生き続ける。これが死か。言い残すことはある？いや、ひどく穏やかな気分だ。そう、貴様に見取られることがこの男の望みだったのか。佐都、忘れるな。忘れないでくれ、私のこと、この男のことを。それは佐藤の意思、それともあなたの？わからない、私には。しかし悪くない気分だ。ああ、もう悔いはない。私は生き抜いた。命か。そうね、いいわ。覚えておいてあげる。あなたのこと、佐藤のこと。それであなたたちが満足なら。標的発見。これより捕獲する。悪いけど今捕まるわけにはいかないの。私一人の命じゃない。私の記憶の中、今まで殺めた人、みんなのために。逃げ上がった。ガッテム、生きる。少しでも長く。ほう、これは珍しいお客さんだ。貴様が終戦管理局の大阪。まさか。僕はただの支部長だよ。苦労だ、よろしく。ところで何か用かな。うちとしては君たちの組織にもう用はないんだがね。何、少し貴様ら相手に戦ってみようという気になっただけだ。ほう、ほほ、アサシン風情の君が僕たちに盾つこうってわけかい。虎の胃を狩る狐は、その人を見下した態度をやめることだ。これを見てもそんな言葉が吐けるかねえ。ジャスティス。ギアだと？チッチッチッチー、ギアじゃない、ギアのコピーだ。そのうち量産体制に入る。強いよ、これは。ロボ界なんかよりずっとね。面白い。ターゲット確認。モード変換。選別開始。自慢の一品もただのデクだったようだな。まだ試作段階だからね。こんなもんだろ。つまらん負け惜しみ。やれやれ、この支部も破棄か。
気に入ってたんだがね、ここ。ま、よく頑張ったと褒めておこう。だが、余計なことは考えるなよ。君の力などでは、到底僕らに勝つことなどできやしないんだからね。やってみればわかるまい。あまり人を舐めることだ。ネズミとて猫を噛むこともある。直接連絡してきたのは初めてですね。終戦管理局をも通さないとは、よほどの。真意を図りかねる。私を、いや、このアサシン組織をどうけよろしく嘲笑するおつもりなら、たとえあなたたちであっても。いえ、失礼しました。しかし、まずは確かめさせていただきたい。今は亡き、アサシンの頭領、ザトウ様が本当に生き返ったという証拠。ミリアに影から動いてもらう必要があるな。